リルリルリン、リリ。どうも、セコドットシティラジオ第21回、岡龍です。こんにちは、皆様。梅雨の日本、いかがジメジメお過ごしですか？今はですね、ベリーズに入って2日目。ベリーズすごい動きやすくて、この間のちょっとところから200キロ、2日で200キロちょっとかな、2日でビューッとこいで、ベリーズシティまで来て、そこからフェリーに乗って、今ティカカアイランドにいます。最高です、ベリーズ。思ってたよりも、物価もそんな高くないし、しかも、庭がね、みんな綺麗にしてて、なんかカウアイ島にいるのを思い出しましたね。あとマンゴーも道端でいっぱい売ってて、マンゴーは8個で1ドルとかになります。ちなみにこの島はリゾート価格なので1個2ドルだって思いました。高い、ビールも高いだけど、ベリーズは結構いいっすね。圧倒的カリブ海感、ヤーマンな感じですね。英語も通じるし面白いところです。で、今日は入れる向こうのコーラルにスノーケリングに行ってきました。高いからやめようと思ったんですけど、行ってよかった。気持ちよかったです。お金の使い方って一体どこをケチるのかっていうのを、こういう旅行してると分かんなくなりますけど、まあ勧められたもんは行ってみた方がいいなと思いました。お金はなくなってから考えようということで、今私はベリーズにいて、これから明日かな、ベリーズシティに戻って、そこからまた自転車乗って西にグアテマラに行きます。それと告知があります。ニセコドットシティの、三浦和人が6日から英会話スクールをやるということで、どんな内容になるのか知らないですけど、面白いと、ぜひそちらもニセコドットシティをチェックしてみてください。あともう一個、ヘンリーズキャンパーを作ったニセコドットシティジーンズがですね、ジンガマガジンが月刊化します。各店で販売されるみたいなので、詳しくは、ニセコドットシティのホームページをご覧ください。僕もコラム書いてます。楽しみにしてます。それでは、今週も皆様にとって良い1週間でありますように。ニセコドットシティラジオカリブ海からお届けしました。最後のカリブ海からです。